疲れ様です。出す年越しそば今仕込んでる。寒いから鶏のけんちんそばにした。柚子風味お前らの好きな里芋入れたぜこの野郎。ああ、もうあと10分ぐらいで昆布をあげないとダメなそば。だってけんちんにそばが入ってる。筑前の話はもうどうでもいいんだけど、なんか里芋がさ汁物に入ってると温まる気がしねえ。気だけかもしんねえけどさ、醤油ベース、うん、だ今昆布で出しとって、仕上げにセリを刻んだのを入れて、あと柚子の皮をおろし金ですってささらでちゃっちゃって入れて、さすがに今日は寒い、日陰はやべえ、今日はチャリ乗ってて手が痛くなった、マジで。そばは振る舞い？いや、お金取ります。これで客がゼロなら神回、もう神回とかさお前ら言うけど何の神回でもねえから、いつものことだから。お客さんが来ないのはね。いや、けんちんそば、うえ、今日は9時で営業終わったら店で放送してやろうか。しなくていいよっていうやつは来なくていいよ。家でなんかやらねえよ。家はここなんだからよ。そうじゃねえのかよ。ああ、ああ。でもよ、おそらく今日あれじゃねえか。年越し配信結構やるやついっぱいいるんだね。
いると思うよ、多分。他の人いないから。お付き合いしてる方がいませんので、そんなことはありません。むっちゃ言うと。いや、いらねえだろ。だって俺多分店こんなのって毎日やってんじゃん、かなってる暇ねえよ。意外と一人好きだぜ。それパイセン家がねっつうのネタなんだよ。考えてもそれはありえねえと思う。まっさんありがとう。なむ決まった。アバスちゃん、いらっしゃい、ゆうさんも。あゆさんありがとう。なおやさんもありがとうさんです。何か作って、でも作るもんなんかないよ。髪切りなよか。店の流しか。ああ、俺ぐらいミニマムだと入れるかもな。バランタイン、
っちゃい、170じゃないらしいからさ、うん、今年も楽しませていただきました。あ、不在が多かったけどな、今年に関しては。なべ。社会にいたい、うん、マジで。ありがとうございます。ナムル決まった、あらす。152とか言われてるから、別にじゃあ152でいこうかって思ってるからね。